皆さんこんにちは、 GM ガムの大勢です。こんにちは。今日はですね、オフということで Vlog を撮っていきたいなと思っております。舞台のね、台本とかやりつつ休日にできることをやっていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見ててください。よろしくお願いします。ということで、まずはですね、いい天気なので洗濯回したいなと思います。洗濯回してる間にお風呂入って準備してでやっていきたいなと思います。それではレッツスターティーン。お風呂に入ったので、洗濯も回してる間に大勢のスキンケア、チェッチェ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 、ライスフォース、これは、僕プリの時に使ってたやつはまだあるので、それを使ってます。本当にこの浸透力がすごいんですよね。めっちゃいい。みんなにもおすすめ、ディープモイスチュアローションです。で、これがライスフォースの、わかんないです、美容液かな、美容液。普段はね、ガムの時は化粧とかねするんですけど、基本的には何もしたくない派なんで、生身で勝負していきたいなと思います。そして、スキンケアはもう終わりです。乾かしていきます。これもうずっと使ってる、タカ君からもらったやつ。この前の俺のストーリー上がってたやつ、これぐらいの風の強さやった。髪乾かすのが本当にめんどくさいね、みんな。もうなんか機械開発してほしいよね。パッってセットできる、もうカプカプってカプってやる、ガブって、ガブじゃない、はい、ドライヤー完了。もうほぼ体勢になってるよ。いつもの体勢でございますよ。大谷さん、大谷翔平さん、ご結婚おめでとうございます。ほんまにビッグニュース、すんごいね。生まれ変わったら大谷翔平さんのいとこでありたい。いとこぐらいがちょうどいいかな。めっちゃ自慢する。翔平お兄ちゃんでしょ、いとこだよ。ほんまね、年に1回しか会えてないけどね、みたいな感じの自慢をしたい。もうね、髪ほんまに多い。まあ着るんですけどね、舞台の時に。ぜひあぶくの流儀放送されてるっていうか、オンエアされてる時は終わってるかもしれませんが、見に来てくださいね。やっぱ緊張するよね、違う自分をこう見てもらうっていうのは。すごい緊張します。今日どこ行こっかな。せっかくなんでね、その都内もうシャレーったところ行きたいよね。よし、あとはなんか適当にワックスやって終わり。よっこいしょっと、どっこいしょ。最近のハマってるワックスはこれです。バーバーです。かの有名なびっくりドンキーで買いました。びっくりドンキーじゃないわドンキーで買いました。はい、ビッグドンでこれ売ってたらちょっと怖いよね。外風強かったらもう このセットの意味もないんやけどね。はい、セット終了。ということで、洗濯が終わる前までに僕が稽古で習得したことを披露したいと思います。ですね、こういうのがありまして、浴衣とかにね着るようなやつとかあるんですけど、まあ、これの畳み方、綺麗な正しい畳み方を習得しましたので、皆さんに披露したいと思います。まずはですね、こうします。横にします。バサーで、こうで折り目、綺麗なところがあるのでこう折ります。伸ばします。なんて言えばいいの、これ。折ります。綺麗なところがまたあるので折ります。そしたらこう引っ張って、こことここを合わせます。こういう風に合わせます。襟と襟をこう合わせますので、で伸ばします。そしたらここにぷくってなってるところあるんで、ここを持ちます。こうだ、こうなってるんですよ。これを持って
で、ちょっとこう蓋にいますね、蓋にいます。次の動画って何？このヘリがあるので、ここで合わせたこのヘリを合わせて真ん中掴んでグイッすると、なんとびっくり、ここがまっすぐになるんですよね。はい、で、あとはこの袖をこっちに合わせて、これも合わせて、これをちょうどいい半分のところまで持ってきます。で、こうするんじゃなくて、右手で持ったら左手に持ち替えます。で、右手をここに添えます。そしたら、なんとびっくり、綺麗にこう畳むことができましたと。さ、楽ちん楽ちん。続いてはですね、台本をちょっとやろうかなと思います。台本あるから利用し、これはね本当に面白い。もうね、俺稽古の時からすっごいゲラ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 笑ってるから面白すぎて。よるぜ万太郎さんね、早見エイトさん、中戸津川小紫さん、吉北川さんね、で、伊丹くすの大勢です。で、東子さん、これは秋葉さとみさんですね。いい感じで、もうがっつりこういっぱい書いてて、阿武の流儀で好きなシーンがあるんですけど、座長、そして小紫さん、東子さんの各々の絡みで好きなシーンがあります。まずはね、僕と掛け合いをする小紫さん。小紫さんはですね、ほんまに天使みたいな人ですかね。その人がいれば周りは絶対平和になる、幸せになる、そんな方です。すごいギャグみたいなのもするんですけどね、そういうのもめっちゃ好きで、まあ2幕ですかね、特に好きなのは小紫さんとのやつでね、誰にも言っちゃダメよって言って、はい、実はね、孝太郎さんと東子さんはっていうやつがあるんですけど、やっぱりって、あ、どっちっちっパッチってみたいな、よしっていうシーンがあるんですけど、やっててめっちゃ楽しいし、自然に俺も笑顔になっちゃうっていう。で、東子さんとはまあね、怖いというか、まあ隙を見せたら見抜かれる、鋭い目の持ち主なので、丁寧にね、下手打たないようにやる芝居というかですけど、まあぐいぐいね攻めるんですよ、僕がどん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 気持ちよくさせて情報を得ようとするんですけど、これがねまたうまくいかないんですよ。東子さん、行こう行こう行こうとしてもパンパンパンってかわされるんで、皆さんを裏切っていい締めにできるように日々稽古で頑張っております。僕らしくないですけど、すごい真面目に今話してます。でも仕事の話になるとね、やっぱり自分の思い描いてるさ、理想のこととかもありますし、やっぱり譲れないものもあったり、ガムは多分至って体制を全面的に出してるかな。ただ役者の方はですね、いろんな世界観があるじゃないですか。人生一回きりなんで、いろんなことをね経験したいですし、あ、後々ねきっと自分にとってプラスになることが多いのかなと思ってます。だからすっごい楽しい、毎回毎回違う人生生きてるって感じだからこそ、皆さんには稽古からこうやってるんだよっていうのをね、少しでも感じてもらいたいし、本番に足を運んでほしいなと思います。洗濯終わりましたということで、干して出かけていきたいなと思います。さて、ここはどこでしょうか。スカイツリーでっけえ。ただ見たかったっていうのはあるんですけど、ここら辺でご飯食べたいなと思ってやってきました。何食べよう、本当にお腹空いてる。ちょっとね、息抜きも兼ねて名所を行きたいなと思ってスカイツリー来たんですけど、何だっけ、空町、ここでご飯食べようかな。美味しそう、お味噌汁専門店、絶対高くん好きやん。がっつり行きたいな。3階に行きます。フードコート、あいしょ、飯の匂いがするぞ。うん、違った、
フードコート違う。こっちだ。待って。ない。ああ、お腹すいた。ほんとけばよかった。めちゃくちゃうまそうやん。なんなん、怒りそう。決めました。いただきます。スタミナ親子丼です。めっちゃ悩んで、いっぱい食べたかって、とりあえずこれにしましたけど、すっごい美味しい、当たり。ごちそうさまでした。美味しい。喉乾いたな。ソフトクリームもいいね。外行こう。暑すぎる。明日どこ行こうかな。神奈川の方行けばよかったな。湘南海見たかった。でもまあスカイツリー見れた。びっくりした。こんなん来る？涼んだんで。行きますか。探したんですけど、どれもどう行ったらいいかわからなくて、まあ、ゆっくり帰ろうかなと思います。まあ、ゆっくりできたんでね。今日一日家でまた台本のして明日ねまた稽古があるので、それに向けてちょっと準備していきたいなと思います。東京で頑張っております。また合流した時にたくさんの方にね、大勢成長してるやんって思ってもらえるように頑張りますので、楽しみにしていてください。ということで、動画見ていただきありがとうございました。以上、大勢でした。バイバーイ。海見たかった。でもまあスカイツリー見れた。びっくりした。こんなん来る？ハトポッポ、おい、ハトにも好かれる。イエーイ。